いやー、もう年の瀬ですよ。もう年の瀬ですか。ね、早いですね、本当。もうこれから楽しみといえば M1 ぐらいですね。もうね、 M1 か。M1 楽しみだね。今年もやっぱメンバーがさ、いいですよね。今年はいいよ。去年やったのがさ、M1 史上最高って言われてたんだよね、去年。そうなんだ。2019年が最高に盛り上がったじゃん、去年。面白かったよ面白くね。て。で、それが最高だったから、今年もどうなるんだろうと思ってたら、今年もね、メンツがやっぱすごい良くて、いいですよ。なんか去年あたりからその選考の、わかんないですけど、システムが変わったのかな？そ変わっうたなのんだ。か、選ぶ人が変わったのかわかんないですけど、なんかそれからやっぱりちゃんと面白いネタが上がってくるようになったんですよね。なるほど。だからやっぱ今年も本番楽しみだなって。あと錦鯉がね、錦鯉ね。僕とお寿司さんやっぱ年齢的にも錦鯉を推してるんで、別に年齢で押してるわけじゃないですけ面ど。白いですよね、錦鯉。いやー、面白いですね。ゲラっていうさ、ラジオね。ラジオアプリ、お笑い芸人さんたちが、もうそこでしか聞けない番組をやってるラジオアプリがあるんですけど、そこで錦鯉の番組やってて、これ面白くて聞めっいてちゃる面んで白い。すよね。だから、歯が抜けた、歯医者行って、歯のね、なんだっけ、歯の、あれか、まあ型を取った時に、ボケのね、ハゲてる方の雅紀さんっ雅ていう紀さ人んのね。が、歯がとにかくもうボロボロ。歯がないんですよ、とにかく。49歳なんで、もう結構歯も来てるみたい49なで歯来てるの早いんだけどね。状態で、その歯が抜けるっていうネタが結構あるんですよね。ネタが、その話めちゃくちゃ好き面でね。白いですよね、あれね。ちょっと聞いてみてくださいね。ゲラをちょっとダウンロードしてね。歯の話は本当ね、もう100笑えるんで。100笑い。どこが歯の話か分かんないけど。で、あと M1 の裏話とかもね、この間やってたりとかして、すごい面白い。錦鯉、ちょっとね、まあ、優勝もしてほしいですけど、なんか爪痕というのか、なんか活躍してほしいですね、やっぱりね。もう、雅紀さんが M1 史上一番高齢おい、らしいですよね。49歳。でしょうね、やっぱりね。すごいんですよ。他のメンバーも超すごい良ですくてよ。さ、オズワールド、アキナ、ね、ニューヨーク、おいでやすこが。おいでやすこがってさ、すごいんだユよ、こニッのトですよね、ユこれ。ニットでさ、上がってきててさ、でもちゃんとネタがめちゃくちゃ面白いんだよね、ユニットなのに。あと僕、東京ホテイソンも好きなんですよ。ホテイソン僕も好きですね。面白いよね。面白い。東京ホテイソンのあのツッコミはね、もし笑っちゃうんですよ。いやもうやっぱ顔だよね。顔なん芸かがもう結構さ、強い。型みたいな、伝統芸能を見てるかのような雰囲気あるじゃん、なんか。なんて言うのかなみたいな雰囲気が。あれがやっぱ楽しいですよいや、ね。なんかやっぱ、あれ分かりやすくていいですよ、すごい。大声でも大声と、顔の迫力。あの二つ揃っちゃうと、もう何言っても笑っちゃうってのがあるよね。東京テイソン面白い。あとウエストランドね。ウエストランド。ウエストランドはかなりね、やっぱこのひねくれたネタなんですよね。すごいこう、ようひねて、ちょっと自虐も入ってるようなネタなんですけど、これを、やっぱこういう賞レースに上げるっていう懐の深さもいいなとか。ほう、なるほど。なんかね。すごい、だからなんかね、今年のテーマは復讐なんじゃないかって言ってる人がいて、ほう。もう錦鯉とかも、ウエストランドとかもそうですけど、ええ。賞レースとかにあんまりね、関わってこれなかった人たちがもう、怨念みたいなのをこうぶつけて、上がってきたとか、あとマジカルラブリーって上沼恵美子に酷評されなるほて、ど、確かに。そっか、それ以来初めそて。れ以来、もう、初めて上決勝がってきは、たんで、そっもうそか。こでも何かあるんじゃないなるかとほど。か、ニューヨークもニューヨね、ークもまっちゃんにね、ツッコミツッコミが、が嫌いって でもあれのおかげで他のメンバーが助かったっていうでも噂ニがューヨークっね。てあそこから、今年すごい活躍したと思うんですよそうね。ですよね。あれで結構やっぱ面白く目立ってたもんそうね。そう。最悪やっ最て。悪やっていうとこから、やっぱり今年活躍した、その、やっぱバネにしてさ、なるほど。これバネにした感じの人たちがすごく多確かいに。んですよ、今復讐っていうの、年。復讐なる戦っほどて、ね。だから本当ね、誰が確優かに。勝かも全く読めないし、まあ普通ならニューヨークとかが来るのかなとは思うんですけど、ちょっとわかんないですよね、こっち。俺も、
俺さっぱりわかんないです。あの、M1 ってなんかその当日のハマり方がやっぱさ、えぐいと思う。それだけで言っちゃうじゃないですか。ミルクボーイとかも、当日やっぱもうガチッとハマったんで、あのね、そのコンビが今年誰なのかなとか。確かに。あの新鮮さがやっぱ、あるっていうのでかいですよね。ね、いやそういう意味では、なんだろうね、錦鯉とか結構あれなんじゃないですか。世間的には新鮮さが結構大きいんじゃないですかね。そうそうそう、おいでやすこがのネタもね、すごいハマりそうなんですよね。だから僕はもう、おいでやすこが行っちゃうんじゃないかなって。へぇ、これで優勝したらすごいよね。皆さんになんか、市政のお笑い評論家。一番嫌われるんだよ、これ。M1 前後に、大量に現れるという。本当に楽しみなんで、今年ね。だから家族がいるとこれちゃんと見れないっていうのがあるんですよね。子供って M1 嫌いじゃないですか。ああ、そうそうそう。そうなのよ。子供 M1 見れないんですよ、やっぱり。いやー、そう。見る子もいんのかな。どう、あの、この間ね、ザ・漫才やってて、でちょっと見せたの。誰かのやつで笑ってたんだよな。あ、本当に？うん。誰だっけ、やっぱキャラでしょ。なんかその。ピコ太郎とか笑いますよ、やっぱり。ああ、いや、そういうんじゃなくて、掛け合いで。掛け合いで笑ってたの？掛け合いでなんか変なことを言った気がするみたいな感じで。掛け合いで笑えるのすごいね。なんかでも雰囲気やっぱ間がさ、いいんだろうね、きっと。あ、もうリズムが気持ちいいみたいな。そうそう、なんかリズムで、で、周りが笑ってるからなんか笑っちゃうみたいな。はいはいはい、あ、そういうことなのかな。感じで笑ってましたけど。じゃあ東京ホテイソン笑うよ、多分。あ、子供。絶対笑う。うん。うん、いや、何々の何何々の何って多分笑うよね、多分。何言ってるか分かんなくて。言葉何でもいいね、そしたら。これ東京ホテイソン見せようかな、子供に。ああ、いいかもしれない。確かに、そういう意味ではね、錦鯉とかももう顔で笑っちゃうかもしれない。笑っちゃうかも、確かにね。錦鯉子供人気高いらしい。あ、そうだよね。見たいですね、やっぱ M1 は楽しみだな。いやー、楽しみだな。あれ？虫？虫死んでない？虫死んでるのはいいだろ。お寿司さんの家のシーリングライトの中で虫死んでない？虫死んでるな、おい。あれ、死んでる？あれ。生きてる？いや、死んでるだろ、あれ。死んでるかな、あれ。絶対死んでるよ。あんなとこで生きてる虫いねえだろ。あれ、死んでるか生きてるかダービー開催する。いいよ。なんで M1 の裏でそんな。誰も興味ねえダービー開催しないといけない。リスナー参加型で。いや、誰もわかんないだろ。写真だけあげるんで、死んでるか生きてるか。写真見たくないんで、こういう写真は。ああ、ちょっとなんか、嫌ですね。ちょっとさ、あのさ、このラジオでさ、あれなんで、俺の事務所がどんどんさ、臭いとか、なんかさ。自分で言って、それは俺言ってないよ、一言。自分で臭いって言ってた。すごい嫌なのよ、やっぱなんか、すごい嫌。なんか嫌なとこであの人働いてるんだってイメージがさ。自分で言ってるんじゃない。虫とか言わなくていいんだよ、別に。いや、だって虫死んでる。頭上で虫死んでたら。シーリングライトがみんな死んでんだろ、どうせ。死んでないよ。このうちもさ。でもなんか虫ってさ、時々見えるところで死んでるよね。そりゃそうでしょ。時々見えるところで死んでるよ。居酒屋の上のさ、明かりの中で死んでたりするの。ああ、死んでる死んでる。なんか、やっぱこう見えるとこで死のうとしてるのかなって。なんでよ、なんでよ。見られたいってこと？存在をやっぱ孤児。したくないだろ、別に。人よ忘れるなっていう。俺はここにいたぞ。地球に生きてるのはお前たちだけじゃないっていう、なんか。違うって絶対。あいつは明るいと思って突っ込んでって、あっちーっつって死んじゃうんだよ。アホだから。あ、出れなくなっちゃった。そうです、出れなくなっちゃった。相当アホだからね、虫って。虫も死にますよね、やっぱ冬なんでね。いいんだって。なんでその話したんだよ。あ、というわけで今日はね、もうあの僕たちの M1。はい、僕たちの M1？ いる人アワード。第2回いる人アワードやろうと思ってますんで。そうよ。これよろしくお願いしますね。ね、あのね、またあのブレーメンの翻訳隊さんというリスナーの方が、全いる人をまとめてくれました。偉い。ブレーメンさん本当ありがたい。すごい。しかもさ、ブレーメンさんのすごいのはね、まず投資番号を振ってくれてて、はいはいはい、で何回の何というタイトルの回で、ラジオネームこの人のいる人が読まれておりますっていうのと、そうだ、しかも前後のね、俺たちの会話をまとめてすごくない、こういう反応してましたみたいなところまで書いてくれてる、
いや、これお金払わなきゃ。マジで。すごいっすよ、これ。うんうん。めちゃくちゃ仕事できる人なんだろうな。これ何者なんだろうね、ブレーメンの。マジで無職かもしれない。すごいっすよ、この。まとめ方これは本当見やすいし、うん、マジでこの前後の会話のおかげで俺ほとんど思い出した。あ、確かに。これなかったら俺一切思い出せなかったマジで。作家ってこういう感じなんだ。ああ、確かに ね、 これ有能な作家さんじゃないですか、これは。体験してます今。なんでもう本当ブレーメンさんのおかげで、ね、第2回いる人アワードできるんで、こちらね、ちょっとじゃあタイトルコールの後からもやっていきましょう。お、じゃあ今年も残りわずかですが、ええ、頑張っていきましょう。行きましょう。ありっちゃりスパーク。夜明け前午前4時、君が選んだサボテンを見る。飛び出す感情だけが胸に刺さるみたいだ。違う、そうじゃないでしょ。第2回いる人アワード。ふんわりちょっと受け入れてしまったな今。まさか第2回があるとは。いやいや ね、 ね、本当ですよ。第1回はなんだって何ですか。第1回やりましたね。もう2年近い、あれ。もうだいぶ前。2019年の2月とかだったんで。そうなんですよ。うん、あ、もう3年え、違うか。2年経とうとしている。もうすぐ2年、そうですね。来年の2月で2年。ですかね。もうおよそ2年ぶりに、このね、ありっちゃりスパークでもう長年やってるいる人という。そうなんよね。まさかこんな続くとも思ってなかったんですけど。いや、本当ですよ。このね、まあ、世間にいる人をどんどん送っていこようみたいなコーナーがあるんですけど、この第1回のいる人アワードをやった時は、はい、あの名作、うん、馬のリズムで階段を降りる人、そうよ、あれよ、やっぱりでしたよね。うん、アワード。あとなんだっけ、あのビールの缶を見る、飲んだ後ラベルを見る、ラベルを見る人もかなり競ってましたけど、うんうんうん、第2回やろうねやろうねと言いつつ、こうね、2年近くの歳月が流れたんですが、うんうん、まあ、この第1回の後から読まれたものをこう集積して、もう今延べで261人のいる人がいると。延べでそんなにいんの、うん、延べ数で。すごいね。この中から第2回のチャンピオンもね、決定したいと思っておりますんで。第1回の人は今もうね、すごい売れっ子になったらしいんだね。うんうん、そうなんです。活躍、うん、他方面で活躍してるらしいですから。そうですか。じゃあ、第2回の優勝者ももしかしたらね、もう福男みたいな。そうですよ、これ。福男ね。福男のような演技の良さがあるかもしれないんで。そうよ、来年いいことあるよ、これ選ばれたら、はい。なんで僕とお寿司さんでこの中から厳選してですね、8名ノミネート。お、まさに M1。なんでまあ今日はちょっと振り返りいる人っていうことで、まあすでに皆さんが一回聞いてるいる人なんですけど、はいはい、ああいたみたいな、なるほど、ちょっと懐かしく楽しむみたいな感じでね、聞いていただければと思います。じゃあ一人一人読んでいきますね。はい、じゃあ一人目の、では第2回いる人アワード一人目のノミネート作品、はい、モニカさん。モニカさん、お、モニカさんのいる人、アルバムで見たらそうでもないクラスのマドンナ。
あったな。あったけど、全く覚えてない。俺も覚えてない。不思議と。不思議と覚えてない。不思議と覚えてないね、これ。俺、これ、ブレーメンさんにもらって、読んで思い出して、はい、こう改めて見たら、このね、うん、マドンナの悲しさっていうのは、すごいね、良、うん、かったんですよね。ああ、切なさ。切なさ。この時間の経過による切なさみたいな、ね。そう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 。お寿司さん、そういうの大好物。大好物。物悲しいの大好きなんで。なんかね、このいる人っていうの中で、うん、はい、こうマドンナっていう終わらせ方、アルバムを、うん、で見たらそうでもないクラスのマドンナっていう、うんうん、こういる人の、あ、なるほどね、ちょっとなんかね、フォーマットをちょっと変えてきてる良さもあったってこと、ね、そうそう、それもあるだね。マドンナっても今更ね、うんうん、言わないですからね。確かにマドンナってだってあのマドンナでしょ。そうですよ、あのマドンナから来て、そのマドンナ自体がもうさ、うん、結構もう年も重ねて、年だいぶ重ねてますよ。っていうことじゃないですか。スキャンダル、スキャンダルばあさん。だからやっぱこのマドンナって言い方ってさ、うん、変わんないのかね。ねえ。そうなの。いや、もう変わってるし、多分使ってないでしょ、若い人は。アリアナ・グランデにはならない。言いづらいよ、やっぱ。アリアナ・グランデ。マドンナがアリアナ・グランデにはやっぱならない。なんで、グランデだったらいけんのかな。アリーアとかにはならない。このマドンナ的概念みたいなのが更新されないのってちょっと不思議な差もあるなぁと思うんですよ。それはもうあれだよね。やっぱ古文になったってことだよね。古文昔からある。ああ、死語ってことね。死語というかね。そのもう定着した言葉で、その実在するなんて思ってないような人になってる。確かに。やっぱ今は使わないんですかね、マドンナは。あんま聞かないね。マドンナ、不思議な言葉ではあるよね、マドンナ。マドンナは。いた人でもあり。うん、そうですよ。うん、まあまあこれ一回やったやつなんで、そんなにいっぱい話さなくてもいいんじゃないですか。そうですね。もうすっす行きましょうか、これはね。じゃあ次、じゃあ、いる、第2回いる人アワードノミネート作品。二人目、はい、深夜さん。深夜さん。ライブなどのアンコールで拍手の起点になろうとする人。ああ、いたいた。このね、やっぱアリッチャリスパークで、こう貫かれてきたテーマとして、うん、はいはい、起点になろう。っていう議題が何回も出てた気がするんですよ。そうです。蛍光灯の、はいはいはい、蛍光灯を変えよう理論みたいなのを、ありましたね。何回も話してる。何回も話してる、本当に。その、うん、なんかもう、最初の一人になろうみたいなことを、心構えをなんか何回も話してた気がして。はいはいはい。その中で、やっぱこう、うん、こんぐらいの時から始まってるなと思ったんですよね。ああ、なるほど。拍手の起点になろうとする人ってやっぱすごいよね、みたいな。おーおーおー、こんぐらいの時から俺がその思想をすごい語り出してた気がして。あ、そう。そうだっけ。そのなんかきっかけになったんじゃないかなっていうので、この、あ、なるほどね。起点になる。選出したんだね。そう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 。俺の中で悪目立ちするやつって感覚だけど、ね。ああ、そういうこと。なんか、いい子ぶってんじゃねえよ、みたいな。そういう。いい子ぶってんじゃねえよ。いや、でも、いい子ぶる方がいいです。何もしないより、いい子ぶる方がマシ。まあ、そうだ。報酬があるわけ。その、いい子ぶることによる報酬を得ようとして行動につながるわけでしょ。毎回この話なんだから。ちょっと長くなっちゃうんですよね。どんどん行きましょうか。うん、じゃあ次はね。じゃあ、ノミネート3人目。はい。薄川さん。薄川さん。なんとなく、マーマレードを避ける人。これね、五七五のリズムが良くて。これ五七五になってるだけでしょ、これ。これなんかいいじゃないですか。なんとなく、マーマレードを避ける人。いや、この、ほんと、語呂の良さが。なんか、そのリズム感はいいですけど、うん、俺の中でそんなやついるっていう感覚なんですよ。語呂の良さと、うん、あとちょっとやっぱりこう深さ、表面的じゃないところも描いてるんですよ。まあ確かに。うん、やっぱこの単価、川柳的なそのさ、少ない文字数で、言語化してないものを炙り出してるみたいな感じ。これがやっぱりいいな。思ったんですよね。なるほどね、うん。いや、いいですよ、すごい。僕も五感とか大好きですよ。はいはいはい、マーマレードもね、確かにね。うん、なんか、あんま好きじゃないっていう人がいるってこともね、最近認識しましたし。なんかさ、うん、このブレーメンさんが書いてくれてんだけど、うんうんうん、お寿司さんがこの回で、うんうん、これ前に話さなかったって言ってたらしいんですよ。マーマレードを避けるっていう話、前にやんなかったっけ、うん、みたいなことをしたらしいんですけど、うんうん、ブレーメンさんが、調べた結果、うん、なかったです。すいません。すいません、お手を。余計なよ仕事を増やすんじゃないよ。ごめんなさい、お手を煩わせてしまいましたね。
これは調べるっていいですよ、そんなことやんなくて。本当ね。本当に申し訳ないんでね。なんかね、うん、いや、なんか聞いたことある気がしたんだよね。マーマレードを避けるっていう。避ける、マーマレード避ける話したっけみたいなね。こんだけいる人言ってるともうね、多分被ってるんですよ。まあまあ、なんかね。ところどころ。うんうん。もうこれ、前もこの話してたな、みたいなのがね、あるんですよね、やっぱりね。うんうん。これは、前にあったとしても、やっぱ許してください。そうね、それは本当に許してください。ね。じゃあ次。はい。クリックさん。クリックさん、はい。4人目。ブラッド・ピットのことを、そこまで好きではないと評価する人。いましたな。いました。もうこの辺になってくると、ちょっと記憶が新しくなってきますけど。ねうん、なんかね、この、うん、なんかちょうどいいというかね。いいですよね。うん、ブラッド・ピット。うん、いや好きだろ、ブラッド・ピットみんなっていう。なんかもう、その議論じゃないよなっていう。そうね、好きとかのもう議論のレベルじゃないよねっていう。うんそう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 、うん、いいんだけど別に好きじゃないのはいいんだけど、うん、そのレベルの議論こっからすることじゃないからもう、うんうんうん、そうでもなんか言いたいんだよねその人は俺は好きじゃないって俺はまだ認めてないみたいな表明したいんだよそれは、うん、ブラッド・ピットまでなったらさもうそこはもういいだろうそうよそうよ個人のところはもう、ね、あそしてこの回で、はいはい、その後、ロックストック、トゥースモーキングバレルズっていう映画の話で盛り上がってたみたいです。このさ、前後のさ、書いてくれてんのがすごいな。そうそう、これね、読んだら面白いのよね、これ。ね、ああ、そっとあったあったって思って。うん、ああ、多分ね、スナッチに流れて。スナッチね。そんでロックストックの話になったんだろうね。ガイ・リッチの映画の話になったんだよね。そうそうそう。面白いんで、ロックストックは。いや、もうロックストックは見た方がいい、絶対。うん、いやでも最近、やっぱりこの映画も見てないから、更新されてないんですよね、全然。面白い映画ランキングみたいなのが。うんうんうん、確かに。なんなんですかね、やっぱりもう、本当に、二十歳で見た映画がずっと残っちゃいますね。まあまあ、ね、人間ってもう大体そうなんじゃないかなって思ってんですよね、僕。あ、そう。あの、映画に限らずですけど、二、う、十、ん、歳、まあ、20代で見たものが、永遠に1位なんじゃないかなって。大体そうだなと思うんですよね、僕。まあ、来年40なんですけど、結構やっぱ更新されないわと思うんですよ。ああ、されないかな。え、最近でもない、うん、?30 代で見ためちゃくちゃいい。いや、面白いんだけど、なんかどっかさ、その20代の面白さを踏まえた後の面白さみたいな感じなんだよね。それはそうだよ。だからなんか、うわーっていうのはないんですよ、やっぱり。ああ、経験しちゃってるからね。この経験ってすごいね、やっぱりね。それはね、そう、しょうがないよね。誰も教えてくれなかったけど。いや、それはだって勝手になるもんだからね。うん、経験しちゃうとよっていうことって誰もさ、教えてくれなくない、うん、みんなさ、いろんな経験した方がいいよが一番強いじゃないですか。強いよ、うん。いろんな経験した方がいいよが一番強いんだけど、うん、経験した後の経験ってちょっと弱まるよとは誰も言ってくれなかったなと思って。ああ。俺、だからほんと映画とか漫画とかって全部そうだもん。もう、二十歳の頃に読んだのが、未だにやっぱ1位だから。マスターキートン。だってさ、その少年漫画的文脈みたいなのを知らないうちに悠々白書とか読むんですよ。うん、その時の衝撃ってやっぱすごいんですよ。ああ、まあ、それはね、うん、そうかもね。わ、こんな展開ありみたいなことを、うんうん、結構でもそれって少年漫画あるあるだったりするの。ライバルの仲間になるとかってさ。確かに。で、少年漫画の文脈なんですよ、完全に。うん、だから俺、だからその悠々白書を知ってるから、だから鬼滅とかはやっぱ弱いんですよね。その一番の感動じゃないんですよ。ああ、そりゃそうだよ。うん。まあ、しょうがないでしょ。それだってもう、うん、そうだよ。うん、それはね。そうなんですよ。だからこれ話を誰もしてなかったなと思うの。俺が二十歳の頃に、うん、なんかある程度やっぱやっちゃうと、うん、新鮮さみたいなところは超えらんなくなるよみたいな話って誰も俺してなかったのと思う。する必要ないからね、それは。俺、今初めてこれ。今言ってんの？若者に言ってんの？今若者にこれ言ってます。いや、それ本当信じない方がいいと思うよ。もっといっぱい見た方がいいですよ、やっぱ。そう、いろんな経験した方がいいよが強すぎるとも思ってるんだよね、ちょっと。だから、その、うん、やっぱ弱くなってく、感動って。
それはもうしょうがない、うん、そんなもんだって四十で感動強くても毎回毎回だ結構1枚目に何弾くかって割と人生に関わってきてるなって思ってるんですよね。すいませんこの話長くなっちゃうこの話長くなっちゃうんですけど、あのバイトした時にさ、一番最初にアルバイトした時に、はいはい、銀行口座を作るじゃないですか。ああそうね、初めてのお給料をもらうってなって、あれあれ銀行口座作ってねって言われて、うんうん、あ、銀行口座ね。俺もようやくそういうのを作れる年になったんだと思って、まあ作るんですよ。はい、で、バイトの給料とかまあもらっていってて、で、その口座がメインバンクになるじゃないですか。なるね。それ、うん、俺今もそれなの。いや、それ俺もそうで。おかしくないと思う。なんでおかしくないよ別に。おかしくないんだけど、いや、言ってよと。ああ、ここまで使うことになるここまで使うことになるよって言ってよ、なんか。そしたらなんか変えたのか、そしたら近所のさ、銀行とかにしたかもな、とか、うん。なんで遠くにしたの？俺めっちゃ遠いの。京橋なの、俺。なんでだなんでだ普通そうじゃねえだろ。なんかさ、当時の勤め先の近くの銀行なんですよ。未だに。そうなの？全く馴染みがない。ああ。全く馴染みがない銀行メインバンクとして今使ってるんで。いや、それは途中で変えろよって別に。変えていいんだよ。変えないよ。なんでだよ。普通変えないんですよ。だって変えるのに銀行員とかまたさ、うんうん、出さなきゃいけないんですよ、あれ。それそうだけど、うん、ああ、そっか、その、振り込みを。そうそうそう、だから、違うよ。うん、バーグに、会社に入った時に、新しい銀行を作って、うん、そのタイミングないんですよ。あるって。別にもう並行して使えるよって言って、それでもうスーってもう使っていくんで。あ、まあ、いい、そうだけどね。だ言ってよと。言わない。それは言わん。あ、でもまあ今だからね、うん。一番最初のアルバイトの時の銀行口座って、ずっと使うよっていうこと、誰か言ってよと思ったんですよ。確かに、うん。それに関してはあんま誰も言ってこなかったね、確かに。そう。その一番最初って結構大事よっていうのもね、あ、割とあるなと思うんですよね。まあ名作とかもまあ多分たくさん見た方が俺はいいと思ってるんですけど、はい、それで何を弾くかって結構重要だぞって、その、うんうんうん、何の話だっけこれ。ブラピです。ブラピの話。ブラピからこんな話。自分で言ったんだよ。すごいね。ちょっとすいません。時間かかっちゃった。じゃ次ね。はい、はい。5人目。バノウンコロンさん。あ、ましたね。常連ですよ。ね、毎回送ってくる、うん。近所のよく通る道にあるカーブミラーが、一体どこを映しているのかわからないまま生活している人、うん、いやこれはやっぱりね、もう文学性です。なんかね、文学的だよね。文学性ですよね。でもよくよく考えてみるとみんなそうなんだろうって思うけどね。そうなんですよ。だから普遍的であり、うん、まだこう言語化されてないようなことなんですよね、これって。だこれを拾えること自体すごいなと思って。確かにね、うんうんうん、何者なんだろう本当に。あのうんころん、ね、あのうんころんってのはもうすごいんですよね。あ、これは本当にちょっと文学性を高く評価してます。なるほど、うん、まあ、確かにいいですね。あのこの書き出しで始まる小説あってほしいなっていう。ああ、ありそう、ありそうっていう気持ちで選びましたこれ。なるほどね、はい、次が6人目、油軸さん。油軸さん、はい、おっとっと飲む人。出ました、このね、うん、あのいないよりのいる人っていうコースが僕好きなんですよ、ね。あ、なるほどね、この外角に逃げていくっていうんですかね。逃げていくね、これバットの芯を捉えさせないような球っていうのが結構好きで、ほうほうほう、おっとと飲む人っていないだろっていうのと、うん、でも確かに飲んだことないし飲む人もいるのかっていう、なんかギリギリのところをこう投げてきてるんですよね。確かにね。いやこれはねすごい覚えて、鮮明に覚えてますね。なんか物議を醸し出したから。物議をしてましたもんね。ちょっと飲ん、あ、俺でもこれ読んだ時、うんうん、あ、飲んでみようかなって思ったんですよ。ああ、飲みました？飲んでないんです。なんでだよ。だから今今日またあ飲めばよかったって思う。絶対飲まねえだろ。うん。おっとっと飲みたくないもんな。いや、ちょっと飲んでなかったな。飲めばよかったですね、ここに臨む上で。そうだよ。飲んできて飲んだ話をすればよかったな。そうです。それも本当、あるまじきだね、それ、パーソナリティとしてね。本当にね。それは。ちょっと今度こそ飲みます。おっとっと。はい。じゃあ7人目。はい。バノウンコロンさん。お、また。なんと。すごいね、2つも入ってる。2人目を送り出すこの。
あのうんこ論さんの凄さ、やばいね、地中に収めてるね、うん、いる人。アカデミー賞だったら8部門同時受賞、ああシンドラーのリストみたいな状態です。古いな、止まってんだよ時が。多分それ以外にもあったんでしょうね、うん、あったけど俺も出てこない。シンドラーのリスト以外にもあったでしょうね、うん、それちょっとね、新しい例が出てこないっていうのがあるんですよ。結構最近もあった気がするんだけどね。それもそうなんだよね、俺一つ目にプログラミングされたのがシンドラーのリストなんですよ、その確かに何部門も同時にみたいな例でシンドラのリストが入ってきちゃってるんで、はいはいはい、更新されないんですよ、それが。わかります、うん、それも全然更新されないです。最近絶対あったんですよ、なんかあった、めっちゃあったよね。ララランドとかもそうなのかな、もしかして。さあどうでしょう。覚えらんないんですよね、覚えらんない不思議とね、うん、じゃあ次、あのバノウンコロンさん、はい、7人目ノミネート、軍手を丸めてものすごい遠くまで投げる人。あ、これは良かったね。良かったですね、これね。これは良かった、ね。もう確かになんですよ。うん、やっぱ丸めたくなんだよね、軍手って。丸めると遠くまで飛ぶんですよ。そうそう。ね。これをね、やっぱここを拾ってくるかっていうね。ここ、すごいよね。うん。そうなん、ま、なんか丸めた瞬間に誰しもが投げたくなる。うん、投げたくなるし、やっぱこう想像以上に飛ぶっていうこの凄さですよね。家の端から端までは絶対飛ぶからね。すごい飛びますから、どんな家に住んだ本当に。いやいいですよね。ここをやっぱ拾える強さ、もう足腰の強さ感じます。バンドのこの。では8人目、はい、8人目で最後のノミネート作品になります。ラスト、はい。もうこれはもうほやほやですね。うん、うん。ホケキヨさん。ホケキヨさん、はい。証明写真を撮らないといけないとき、どこに証明写真機があるか思い出そうとしたら、ないところにもあるような気がしてしまう人。ああ、で、もうついこの間ですね。最後のいる人のとこ、はいはいはい。これも良かった。これ良かったですね。なんか、そうだそうだなって思っちゃうんだよね。そうなんですよ。まあ、これに関してはもう話したてなんで、特に言うことがないっていう。そうか。うん、じゃあ8人揃ったら8人。この8名のノミネートの中から、うん、第2回いる人アワードを決定しようかなと。ああ。思っております。やばいな、これ審査員。いやー、やっぱりこうやって見直すと、まだまだやっぱ味わい深いですね、いる人って。そうなんだよね。他にも結構ね、好きなのがあったんですよ。ほうほう。iPad で写真を撮る人って俺好きなんですよ。あ、そう。なんかほんとシンプルなんですよ。シンプルなんですけど、ね、うん、iPad で写真撮ってる人ってなんかやっぱ面白いじゃん。ちょっと。面白い。なんでだろうね。なんか、なんか面白い。ね、でかいなっていう。でかい。それやっぱ思い出して笑っちゃうんですよね。あとね、つけ麺を過小評価してたか、こう、大きい声で何度も話す人。ああ。なんかね、そうなのよ。つけ麺の味のうまさを知ったときに、ちょっとやっぱ価値観がね、すごい崩れるというかね。そうですね。あとやっぱブラッド・ピットもそうなんですけど、やっぱ認めてはなかったっていうことを言いたがるなって人、うん。なんか俺のハードルを超えたら偉いみたいなことをやっぱ言いたがるんですよね、人って。なるほどね、うん。なんかそういうね、やっぱいる人っていうのは、僕らの中にもいるなっていう感覚、うんうん、全員がこのいる人なんだなってこう最終そういう感覚なんだろうなっていう。まあまあそうですよ、うん、いる人ってみんなの中にいるんだよっていうことですよ ね。やっぱそういう感覚を味わうコーナーなんだろうなと思いました、うん、見返してみても、うんうん、さあじゃあ第2回のいる人アワード決定しました。いやもうね、裏で揉めに揉めましてね、本当にね、つかみ合いのちょっとね、襟元が今よ大議論になりましたけども、うん、第2回いる人アワードに輝いたのは、はい、バノウンコロンさん、軍手を丸めてものすごい遠くまで投げる人。おめでとうございます。おめでとうございます。さあバノウンコロンさん、素晴らしい、やっぱり来ましたね、優勝、ね。やっぱ一番採用数も多かったですからね。多いんですよ。コロンさんはね。そうそうそう。その中でこの軍手を丸めて遠くまで投げるっていうね。なんでしょうね、このいる人っていうコーナーの一番なんか急所みたいな部分があったとして、はいはい、そこを本当についたなっ
ていう、そうですね、一文だなと思いました。このその共感とあとそのなんか未知の部分の2つを貫いたっていう感じですかね。そう、なんですよ。そう、これ結構ね、あるあるネタじゃないんだよね、いる人って割とあるあるな感じがあるんだけど、このバノンコロンさんはやっぱあるあるじゃないところをこうさっとね、そう行こうとしてるんですよね。取りに来る感じがやっぱこっちはおっすごいびっくりっていう感じがするんですよ。やっぱ鮮度と共感のバランスがやっぱ完璧だったんで、この軍手ですかね、第2回は。そうですね、新チャンピオンというか、まあ、2代目2代目チャンピオンは軍手を丸めてものすごい遠くまで投げる人でした。いやー、これもいいね、やっぱりね。ちょっと額に入れてね、飾りたいですね。1代目と合わせて。確かにね、馬のリズムとやっぱ軍手、馬のリズムと軍手やっぱすごいですよ、やっぱ2代巨頭。これ前回あったよね、あれ送る、お寿司さんの家のシーリングライトの中で死んだ虫を、それ送りましょう。それをあの頃トロフィーとして。トロフィーではない、ね、なんか本当にね、あげたくはあるよね、やっぱこうやって表彰して。いや、そりゃそう。え、ま、前回あげたでしょ。あ、そっか、あったよ確か。前回ってさ、トロフィーみたいなの差し上げましたよね。そうですよ、クリスタルのトロフィーみたいなやつ、そうそうそう。あ、じゃあちょっとバノウンコロンさんにも送りますか。なんかね、ちょっと今日用意してなかったんですけど。決まりね、今は。あ、でもなんかね、バノウンコロン、ちょっと投稿者のね、メールアドレスがあったかなかったかって、ちょっとバノウンコロンさん、もしトロフィー欲しいと言うなら、差し上げましょうか。欲しいと言うならなの？欲しいと言う。もしかしたらそんなさ、まあね、遠くからこう、やりたいみたいな感じの雰囲気もあるかもしれない。あと邪魔だしね、トロフィーって。いやー、あとね、ちょっとね、今日いる人アワードと同時にいる人の棚卸しもしようと思ってて。ほうほうほう。結構読めてない部分が多いんですよ、いる人って。結構大量に皆さん送ってきてくれて。なるほど。これまで読めなかったのがかなりあるんで、ちょっと最後にこの部分をアワードと同時に棚卸しさせていただいて。なるほどね。ちょっと今まで読めなかった方もね、もしかしたら投稿読まれるかもしれないんですけど。じゃあ割とこう、さっといった、ね、ちょっとバーッと読んじゃっていいですか。わかりました。せっかくね、送ってくれたんで。秋餅さん、はい。スーパーに置いてある牛脂を使わないのに大量にもらう人。ああ、ババアだな。シワスハサンさん。ジェスチャーだけで喫煙所に誘ってくる大学の先輩。いるいるいる。リボニスタさん。全校集会で最近風邪が流行っていますといった話がされた瞬間、露骨に咳込み出す児童。言われると体調悪くなっちゃうみたいな。児童ってとこがいい。粉うどんどさん、自分だけは野良猫に気に入られると思っている人。ああ、わかる。わかるな、こういう人引っかかれるんですよね。ハイドロさん、スイカに10円未満だけ残っている人。ある。9円の時とか。ふすまロイドさん、階段を1回3段飛ばしで登って2回目から2段通しに切り替える人。どういうこと？どういうことなの？3段飛ばしは1回目の跳躍でしかできないんです。ああ、一発目ってことか。はい、はい。忍者かっこ本物さん、意図せず大きな音を立ててしまった時に口を一文字にしてしかめっ面をする人。かわいい人か。かわいいですね。ネムノさん、代わりにやる気がないのに変わろうかと声をかけてくる人。俺は旦那さんのことかもしれない、ね、なんかね。ドーム富士さん、人に質問をしてその答えが自分の質問の趣旨と違ったのになるほどっていう人。ある。ああ、俺よくやるわそれ。なんか、いや違うんですけどって言うのも申し訳ないから、ね、うん、もういいやっていう。木、うん、太郎さん、いる人って言った後出たっていう人。俺じゃん。お寿司さんです。ちびまる子かっこ孫悟空さん、オリンピック等で活躍した後バラエティに出て試合より緊張しましたよという人。ああ、これね、ちょっとスポーツ選手ユーモアですね。これどうかと思うんだよね、ちょっとね。ワロタワロタパラダイスさん、真心込めて作った人。どういうことですか？これはいるだろう。いてもいいだろう。いて嬉しいだろう。いるべきだろう、これ。
山本金魚さん、天ぷらは蒸し料理だとか、チャーハンは卵料理だとか、テレビで料理人が言っていたもっともらしいことを得意げに言う人。天ぷらは蒸し料理なんですね。聞いたことなかった。それで今ちょっとへーって思っちゃった。チェバの定理さん、うん、エアリズムと間違えてヒートテックを着る人。あー、いるいる。夏場ね。出がらしさん、寒い時期に道端によくいる爆速で走り回る白い小鳥をめっちゃガン見する人。ちょっとわかんないです、これは。わかんないけど。何の鳥これ。なんか、なんか白い鳥いる気はするね。なんかいる気はするんだけど。ちょっと珍しい鳥いるな、みたいな時あるよね。鳥の名前って覚えらんないよね。覚えらんないっていうか、覚える気がないからね。ドブイロパンサーさん。眉毛を剃りすぎたり、字を書き間違えたりなどの小さなミスをしたときに、頭の中で戻るボタンを押そうとする人。ああ、あるある。デザイナー職だとあるんでしょうね、こういう。コントロール Z ね。ね、うん、ピアニカさん。居酒屋の店員にうざがらみする友人に、ほら、店員さん困ってんじゃん、という人。やだ。やだ。こいつの方がやだね、さらに。こういう奴らが一番嫌ですから、ね。そうなんだよ。たまごチキンさん。読みかけの本を伏せておく人に、少しの怒りを覚える人。ああ、わかる。後ついちゃうからね。ボンジョビさん。ギャルはオタクに優しいというオタクの願望と妄想がパンパンに詰まった都市伝説を、口では否定しながら、どこか一縷の望みを断ち切れずに。お前だろ、絶対。まあ、思っちゃうよね、これね。フェイス国宝さん。自分の職業を〇〇屋さんという人。これさイラストレーターとかも結構いるんだよな、はいはいはい、絵描き屋さんとか。そう、絵描き、いや、なんか、ちょっと、ダセーなと思うよな、うん、ちょっと、まあ、ヒゲしてるんですかね、少しね。水風呂さん、映画館で自分が食べるポップコーンの音が気になり、静かに咀嚼する人。ああ、いいじゃない。これ音なんもなんない映画とかだとさ、食えないんだよ。そうそうそう。これ爆発シーンとかでめっちゃ食うんだよ。そう、そこに合わせてパッてやる。何のために映画見てるのかよくわかんなくなるよね。カモメの卵さん。はい。ペットボトルのコーラを、うん、ペットボトルのコーラを落としめ、瓶のコーラをあがめる人。そういう。瓶の方がうまいっていう、ね。瓶の方がやっぱうまそうって感じる。なんか感じるんですよね。パンパさん。お笑い芸人が YouTube を始めた時に、カットを挟まずにこんなに流暢に話せるのはやっぱりプロだねとコメントする人。いるね。カーネルさん、マックで朝の時間帯に朝マック以外買えないことにキレてる人と、昼以降は朝マックが買えないことにキレてる人。常にキレられてるね。常にね、うん。常に全ては救えないやつですよね。うん、デミオさん、メガネで地味なのにムキムキな人。いいだろう。ムヘボッホさん、即席の味噌汁の CM で、これお湯注ぐだけでできるのとか、美味しいって言うだけのためだけに出演する和食料理。そういうわけじゃん。これは道場六三郎です。あ、そう。はい、というわけで、はい、棚卸しさせる。ちょっとね、すべては多分読んでないと思うんですけど、うんうん、これ読みたいなと思いつつ読めなかった作品をちょっとね、いや、いいですね、読ませていただきました。これでもう、貯金ゼロと思っていただいて、うん、こっからまた。こっからまた、まだまだね、いる人読んでいきたいんで、第3回いる人アワードに向けて、こっからまた始まるというね。まあ、ここでもう綺麗に。ここで生産でしょ、今年は。生産したということで、今年は。うん、次から第3回、ね。次から第3回の、うん、ノミネートに。そうしよう。するっていうことでね。まあ、できたら第3回に向けてやっていきたいんで、はい、皆さん今後もいる人、投稿お願いします。お願いします。いやまあ、これは本当にいる人なんですけど、うん、まだ他のコーナーもね、あの事件も、うんうん、あとあのお寿司さんの粗末のコーナーも、ね、お前がクビにしたやつじゃねえかよ。あったな、あったよ、粗末。あれはちょっとね、まだ足んなかったの、実力が。なるほどね。だけど今だったらもしかしていけるかもしれない。ちょ、まあ、粗末も粗末も粗末もか。粗末って俺の想像の中では、
どんどん粗末なことをこう書いてくれて、はい、それに対して、うん、ダメダメそんなことしちゃダメみたいなリアクションを取っていったらきっと面白くなると思ってたんだけど、あ、そうなんだ。でもそのリアクションが全く取れなかったんだな当時。あ、そうですか。そうだから、もしかしたら今いけるかもしれない。いやー、なんかね、新コーナーもちょっと新コーナーになりかけた、あの家庭内暗号。ああ、家庭内暗号ね。なんかでもね、うん、なんですか、うん、他にもあるんじゃない。いや、まあありそうなんですけどね、うん、なんか思いついたけど忘れちゃった、うん、あともしかしたら2021年は新しいコーナーが生まれるかもしれないんでね、うんうん、そうですね、うん、あの俺が最近はい漫画描いた、まあ、全然ウケなかった、ま、漫画。いやいやいや、面白かったね。シミゲンね。そうそう、シミゲン。あ、確かに。あれさ、うん、あれ、ま、あんまりあの事件と変わんないっていうのが あるけど、なんか人に言われて覚えてる言葉みたいなの、はい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 、シミゲン。もしかしたらなんか面白くなるかもしれない。でもあの事件よりも多分、うん、大したことない、ね。さらに大したことないです。大したことない。なんかあと、まあ、セリフにこうフォーカスしていくっていうのはあるんで、シミゲン確かにあるかもしれないね。そう、うん、な気はしましたね。ちょっとなんか思い出そうとしてもなかなか思い出せないんですけど、なんかふとした時にね思い出すんだよね、こういうのって。なんかやっぱありそうですね、シミゲンは。シミゲンなんかね、特になんかいいライフハックでもなんでもないんだけど、なんでもないやつね、なんか知んないけど、うん、覚えてしまってる人から言われた言葉みたいな。ああ、もしかしたらこれシミゲン、ちょっと今言われてパッと思いついた人がいたら送ってくれると。そうですね、そうですね、あのおもころ特集もね、またちょっとやりたいですからね、シミゲンに関しては。そうそうそう、ちょっとね、なんか他の人のシミゲンを、はい、漫画にしてみるっていうパターンももしかしたらあるかなっていう、ちょっと思ってるんで、ね、はい、まあ、一旦思いついた人がもしいればシミゲン、はい、送ってくださいということで、はい、ね、あと今年もあと2回ですか。そうです ね、もうそろそろチンポのことを考え始めないといけない。チンポのことすごいですね、チンポのことを年末にやっぱ考えないといけないですね。少しなんで頑張っていきましょう、はい、というわけで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。